どうして僕を疑う？僕だけを、仲間だろう。そいつはどうなんだ？ミラーは9年前、サイファーに接触してた。奴らと組んでたんだろう。スネーク、裏切り者はそいつだ。それはなんだ？また自白剤か？もっと強力な自白剤だ。あ、やめろ。僕をここに置いてくれ。僕を守ってくれ。ふん。ああ。どうして？お前だけだからだ。なぜ僕が？お前だけが。え？何も失っていない。頼む。やめて。自白剤が効かない。代謝酵素を増やすような手術をしているのか、それとも特殊な遺伝子治療を受けているのか。なんて言ってる。6時間前から変わらない。9年前、格差殺が偽物とは知らなかった。その後はサイファーに研究を強いられていた。奴は黒か白か。黒だと思うが、証拠がない。後で聞いてくれ。証拠なしで裁判はできない。しばらく様子を見よう。みんなにはまだ言うな。部屋から出さず研究を続けさせる。奴のためだ。古いスタッフは奴を許さない。外に出せば命の保証はない。ボス。やつは気になることを話した。アフガンでの研究が中止になった理由だが、資金が中部アフリカに流れたからだと。サイファーは新しい研究をアフリカで。アフリカ？何の研究だ？エメリキは詳細を知らん。だがまともなことも言っていた。サヘラントロプスだけでは RMA にならない。アフリカで作られているのはそれを完全にするメタルギアを超える兵器だと。既存の核兵器じゃないってことか。